まーこさんは食べ友のお時間です。今日は以前からずっと行きたいお店リストに入っていた洋食店に行ってみようと島原商店街の方へ向かっております。島原商店街とは京都駅より少し北、西本願寺の西側あたりになります。そんな今回のお店はこちら、トマトさん。地図で見てみると JR 丹波口駅から徒歩10分くらい、少し距離はありますが、昔ながらの風情が残る街並みを歩いていくのも楽しいと思います。今回は京都駅からも来れる七条壬生川の交差点から歩いてみます。壬生川通りを北へまっすぐ、昔ながらの街並みに新しいお家もたくさんあります。この道を300メートルほど行った2つ目の信号を右へ曲がるとすぐにお店が見えてきます。留学していた時の寮の部屋より大きいんちゃうかってくらいの立派なのれんに真っ赤なトマトの絵、のれんをくぐると絵本の世界的メルヘンが広がっているのかと想像したのですが、そこは初めてでも愛着の湧く気さくな街の洋食店の雰囲気、常連さんが多そうな感じで最初緊張していたら、コミュニケーション能力が大気圏を突破しているであろう店主のご夫妻によってすっかりほぐされ、入店5分でめちゃめちゃ楽しい気分になりました。メニューを見てみると、トマトもりもりランチ1800円、ルンルンランチ1200円、唐揚げランチ900円、スピルバーグランチ1600円というのもあります。オムレツの中からチーズハンバーグが出てきて、ミンチとの遭遇、蜜との遭遇ってことらしいです。そんな SF の世界も体験してみたかったのですが、人気の鶏の照り焼きランチ900円を注文。まずサラダが出てきました。細かく千切りされた紫キャベツがこんもり乗せられて、とても綺麗なサラダです。ドレッシングやニンニクチップも自家製なんだそう。そして厨房からいい匂いがしてきたなって頃、鶏の照り焼きが運ばれてまいりました。甘じょっぱいお醤油の香りに合わさり、山椒の香りが食欲をそそります。山椒は最初にかけるかどうか聞いてくださいます。お肉は手のひら以上ある大きなもも肉、サイドにはポテトサラダに卵焼き、人参、マカロニ、スパゲッティと盛りだくさん。そしてご飯とお味噌汁、サラダのセットです。ご飯も最初に好みの量を聞いてくださり、この時は小でお願いしました。それではいただきます。まずサラダから、ドレッシングをかけましていただきます。おいしい。自家製のドレッシングめちゃくちゃおいしいです。世界のドレッシングをめでる会の会員なのですが、一口いただいて瞳孔がかっぴらきました。めちゃくちゃいい意味で、フラッと入った町の洋食店でいただけるとは思っていなかった味。高級ホテルで出てくるミニサラダにかかっているドレッシングのお味です。ほのかな酸味とほのかな甘み、角のない美味しさがドバドバかけてもいつまでも爽やかに野菜がもりもりといただけます。これは夢に出てくるほどのお味だと思い、お土産に買って帰りました。確かドレッシング700円にニンニクチップ300円やったと思います。人参がベースとのことですが、とにかく美味しいので、ドレッシング好きの方はぜひ食べに行ってみてほしいです。続いて鶏の照り焼き、お箸からも皮のパリパリ感が伝わってきます。それではパクリンチョ。おいしい。甘さとしょっぱさのバランスが良くて、めちゃくちゃご飯の進む美味しさ。口に入れると山椒の香りがふわっとして、噛むと皮がパリパリ、そのパリパリの皮の下からプリッとジューシーな身が登場し、甘じょっぱい味付けに鶏の旨味が合わさると、運動場の砂を下のコンクリートが出てくるまで掘った時のような、より深い味わいになり、ご飯少なめにしたことを後悔しそうなくらい、ご飯にめちゃめちゃ合う美味しさです。さらにトマトさんのランチプレートはサイドメニューがご覧の通り、お皿から落ちそうなくらい盛りだくさんで、一つ一つ美味しい。特にポテトサラダがこれまで食べたことのない美味しさで、カレー味なのか何なのか、とにかく美味しい。食べてみると飲み込む直前にピリッとくるんです。冬にとってを触ったらビリッてなるやつ、あれくらい突然に
不意打ちでビリッときて、それがめちゃくちゃ美味しいんです。こんな味は何なのかお聞きしようと思っていたのに、お客様が面白いねか今日も絶好調やねみたいなことを奥様におっしゃって、そしたらだってもうすぐ M1 やろ、仕上げていってんねんみたいな会話が飛び交っているので、笑っているうちにすっかり忘れちゃって、また次の機会に聞いてみたいと思います。人参もグラッセにしてあって甘くて美味しいし、マカロニもカレー味にしてある。そして中から素揚げされたかぼちゃも出てきて、本当に盛りだくさん。洋食の幕の内弁当みたいにいろんなものが少しずつたくさん入っているんですけど、それぞれにしっかり調理してあって美味しい。これだけの種類を調理法を変えて準備しはるのはとても手間や時間のかかることやと素人ながらも思います。トマトさんがあるのは島原商店街という、その昔日本最古の花街として栄えた島原の門前町として繁栄した商店街で、今は人通りも少なくなってしまいましたが、昔ながらが残るとても情緒のある素敵な町です。トマトさんから西へ徒歩 1,2 分で島原大門があり、有形文化財の建物をはじめ当時の様子を伝える町並みが今も残されています。トマトさんでの食事がてら周辺を散歩するのも楽しいと思います。トマトさんは三条にある河合塾の前で長年フレンチトマトという洋食店をされていて、十数年前にこちらに移転されてきたんだそう。お料理もドレッシングもすごく美味しくて、ホテルで出てくるみたいなお味ですねと言ったら、ご主人はフレンチのご出身なんだとか。それをお聞きしてお店に入ってからの全ての驚きと戸惑いに合点がいきました。商店街にある素朴な町の洋食店の雰囲気でありながら、出てくる一つ一つのお料理に高級ホテル感があって繊細なお味、ドラマとか漫画にありそうな昔名を馳せた名シェフがそんな素振りを全く見せずにこっそりお店をやっていて、最終回で実は誰もが知るあの有名な〇〇シェフだったってわかるやつみたいなやつ、あんな感じ。もしくは世界的名医がこっそり離島で会員し、島の人の病気を次々に治していき、最終回で実は世界的名医の〇〇先生だとわかるというあれ。とにもかくにも 2,3,000 円のランチを食べているような感じ。お味付けが一つ一つ丁寧で美味しいんです。昔から通ってくれてはるお客さんもいてるし、年も重ねたけれど、もう少しだけやらせてもらうわと明るく楽しい奥様。間違いなく今年一番笑った1時間でした。楽しい時間と美味しいランチ、本当にありがとうございます。トマトさん、ごちそうさまでした。それではそろそろ土曜日恒例の夏目の歌謡を歌いながらお別れの時間となりました。今回の曲はリクエストをいただいた中から松田聖子さんの風立ちぬを選ばせていただきました。1990年10月に発売された曲です。今週もマーコさんは食べ友チャンネルをご覧いただきありがとうございます。それでは皆様、素敵な週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。だなもなくなよと、あなたがくれたさよなら、さよなら、さよなら。風立ちぬ今は秋、帰りたい帰れない、あなたの胸に。風立ちぬ今は秋、今日から私は心の旅人。最後までご視聴いただきありがとうございました。天使夫妻は隣の人間国宝さんにも出会ったことがあるそうですが、さぞ収録は盛り上がったであろうことが見れなかったですがわかります。
お土産に買ったドレッシングもうほとんどないのでまた買いに行きます。撮影させていただきありがとうございました。それではまた次のお店でお会いしましょう。バイバイ。